はい、では行きましょう。新店舗進出行きますよ。穏やかな住宅街、出現するお客さんすでにもう、いくつか来てくれてますが、定型は13、一度は住みたいと噂の住宅地。あっちゃー、ちょっと待って、費用が25万、それがまず足りてないかな。あ、後継機来た、よし、よかったですね。危なー、ブーストかけますわ一気に。じゃあこれね、マジで全部行くわ、全部行きますマジで。200万近くまで持ってけるかな、もっといくか、300万ぐらいいくか、全部いきます。でやっぱその次の店舗とかを見据えてお金を稼いでいきたいので、早め早めにやることやって、置くもん置いてコンテストとかを取りにかかる感じでいきたいなと。でどんどんその経験を積ませるというか、食品たちに全部いきますよマジで。よし、300万いったわ。好景気やからね、これ好景気じゃなかったらちょっと待ちましたけど、好景気なんで新規出店、年間売上300万以上、ライバルを撃破、 OK、 いくぜ。よし、少しひねりつぶしてあげるだ。知らねえよてめえは。新店舗誕生、相手には正々堂々と売り上げ勝負を仕掛けてもらいたいですね。その分我々はいかんなく姑息な手を使ってでも勝ちたいと思います。まあ一気でね倒せる可能性っていうのはちょっと低いと思うんですね。そんなに高くないと思うんです、一気で倒しきるのは。なのでまあじっくりじっくり行きましょうよ。まずレジ取って、もう3つレジ置いてしまおうかなと思うんやけど、金かかるからな、難しい問題ではありますけど。 57%、 すぐに店舗拡大のあのお知らせも来ると思うんで、その時点100万ぐらい置いときたいなと思います。特大店舗で勝負したいから。よし、でかい店舗で勝負したいよねっていうので、よし行きましょう。ちょっと時間かかるよマジで。あれやったら飛ばしてくださいね、僕はちょっと全部お見せしますけども、飛ばしていただいて OK なので。これほんまに時間かかるだけやからね。やることは今までと備えに変わらないので、まあまあイメージはそんなに変えるもんではないです。普通にもう今まで通り淡々とテンプレート設置していこうかなと思います。読み込み、パンのテンプレートとかやってなかったな。パンテンプはちょっとやっとかないとダメですね。もうほんまにこれ、ただほら台がさそのうち来るからさ、台のためにねちょっと余地は置いておきたいって気はするんでね。あれ、ちょっと待ってよ、これ2で行ってんすよね。下1か、まあまあしょうがないか。これちょっとテンプレートやっとこうか、まあまあ後で。これが中ですか、小ですか、上段小も、小はもういい、小はもう最初から撤去でいく。上段中、カップ麺、違うで、こうで、ポップコーン、お菓子か、お菓子はまとめたいけど、
とりあえず置くもんをバババッと全部置いてしまいたいんですよね。テンプレート、お菓子テンプレ、はい、入った。で、次に設備を、設備を置く Wi-Fi、 こんな感じで置いていこうかな。本棚中、テンプレート、テンプがない、これ適当置きですよ。雑誌とかでまとめようと思うんやけど、なんかいまいちなんですよ。いまいちなんかそんなにこう反応が薄いので、ジャンルとかで分けれたらいいのかな。薬師寺ドッグ、お薬か、熱いな。レースクイーンの宣伝、まあ、これ系めっちゃ来るで、こっから。次階層で上温棚中です。上温棚を集めるのは重要やからね。テンプレート、日用品系、他の棚のやつある？あ、違う、やってしもてんのか、これもう両方やったのか。日用品はもうセットしたのね。あ、じゃあちょっと待って、いや、キャンセルします。ちょっと待ち、まだまだ入れるもんあるから。え、日用品置いてなかったでした。え、ちょっと待ってくださいよ。あー、そうか、こっちがないのか、こっちをセットするの忘れていたのか。この化粧品系ね。で、消耗品系、これでいい。これテンプレートにしておこう。で、薬がもう来るから、薬専用の棚を作った方がいいですよね、と思うのよ。なんで、で、常温棚もう一個置いて、今は薬だけを置いておくというスタイルでいこうか。薬と傘と、後ほど。よし、クマックス来た。店舗拡大を先に行きたいです、私は。ここでもう早く動く、ここはもう早く動きましょう。出向く、一気に行こうか。出向く出向く出向くで行こうか。15万はそんなに高くはないやろ。よし、やった。くっ、いやー、やった。まあまあまあ、でも初めてのこれ特大店舗やから、大店舗、初めての大店舗にテンション上がる。大丈夫大丈夫、稼ぐからね、絶対に稼いでやる。次冷蔵棚、絶対に稼いでやるぜ。ただちょっと入れるのが厳しくなってきてるのよね。オン、そうだな、中、テンプレート、おにぎりテンプ、違う、この2のやつあかんのか。めっちゃ他の棚から移動しようとするやん。どれをメインで使っていくかちゃんと考えとかないと、これテンプレートも難しいな。消さないといけないですね、テンプレートもね。出た。
ついに金がなくなった。こんなに早く金がなくなるとはな。やべえ、設備で苦しい。マジでこんなに早く金がなくなるかい。あとはレジ置いて、いやどうしよう、マジやばいな。金のなくなり方がやばいぞ。何もかもなくなった。トイレ、トイレを作りますか。いいな。パンプキンの新しいメニュー。ちょっとお金やばいな。マジでマジで、ちょっとこれはやばいぞ。来ない。よし、組み合わせ。おお、いいやんいいやん、3個来た。よし、これはちょっとテンプ、1回テンプ置いとこうか。あの3を見つけた時はやっぱり、ね、テンプレートしといた方がいいと思う。レジが3台もありますね。ありがとうございます。いや、やっぱちょっと苦しい戦いでしたね今回ね。ちょっと300万あってもきついわ。まさかの300万あってもきついという事態に陥った。金や、金こそ力や。1個ずつ購入じゃなくて、まとめて購入ってできひんのかな。複数購入、これや。いけたいけた。よし、よし、70万。なんとか70万ゲットしたから。ちょっと待って、違う。テンプレート。よし、OK。やった。10万取ったことやからね。ここがなんかカスカスになってるな。どれを入れればいいんやろう。違うのよね。移動しなくてもできるやつないのか。下手くそやな僕もね。スイーツ系で行こうか。とりあえずここはコンビニスイーツでちゃんとテンプレートやっとかないと後で困るよねっていうことですよ。ゼリーとかプリンでいきたいけど、ゼリー、よし、これで2になった。でシュークリーム、ドーナツ、チョコレートとかダメか。いける、いけるな、これいいっすね。とりあえず、どうしようこれ。あ、出てるな、長靴のアイテム。 あれが長靴が出てるから分かりやすいな。これでいい。ちょっと分かりやすくしとかないと自分も混乱するということが分かってきましたね。自分もややこしくなってしまう。本当に。冷蔵棚置いて、で飲料系やな。ここでなんか相性とかほんま来んのかね。ジュースばっかりとかフルーツジュースばっかりとかはありそうな話やけどね。ルイボス、ティー、ティー系。
紅茶系ね、ルイボスティー、紅茶、そんなに種類ないのよな。ミルクティー、お茶、お茶、お茶でいったわ。やっぱあるな。これとお茶と絶対これとかはあるやろなと思いますよね。まあ、とりあえずいいです。大きめな冷凍だな。よし、わかったわかった。もう静かにしてくれ大変やからわし冷凍、もう最初がすっごい大変やの。大きな冷凍棚ね、もうそれ先もらいに行ってもいいけどね。俺にやらせてくれここが大変やねんて。これがもう何していいかわからんから、こういっての飲料で、まあ、とりあえずこれで、これもこれとなんかおにぎりとスイーツとかで、多分飲料とスイーツとかで多分そうそういけんのよこれだから。ここが OKOK、 これでいけない、まあ、適当やけど専門棚になるから、一応ね、で設備、セールワゴン、これでかいよ。セールワゴンは影響力甚大ですから。店内、冷蔵棚がようやくラストになるのでね、これの適当に置くしかないので適当に行きます。ふぅー、やるー。もうお金がない、もうお金がないです。急いでくれ。いやマジでギリやな。ある程度やったように見えるけど、まだ全然足りないですからね。まあ、店舗でかくするときに100万使ったっていうのはあるんですけど、それにしてもきついわ。こっからスタッフも入れていかなあかんからな。それ適当にちょっと入れていきましょうか。学生とかを先回りして入れることで、時間の調整を図ります。主婦入れるね。でここフリーター、大学生いけるね。あのフリーターが余ってんのよ、これが。だからこのフリーターこっちいける。いけた。よし、とりあえずこれでマッスル体勢。よし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 、ありがとう。めっちゃ助かる、マジで。それがないともうマジきついから。次本ですね。ここにカードやね。これが高いのよな。売り上げはもう間違いなく上がるんですけど、きえー。あと冷食、冷凍ケースはでかいのがすぐにもらえるはずやから、先に提携交渉から行こうか。待っといて、薬品の仕入れ行きます。 92%、 これは硬いね。確実に10万取れる。 OK、 薬品は楽しみですね。ここで40ゲットすれば OK ということですね。さあ来い、さあ来い。よーし、ラッキー。 OK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 、 ギリギリすぎるな、マジで。戦いが OK。 なんかもうちょっと単位上げてくれへんかな。進展で戦ってんねんからね、こっちは。まあ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 いいだろう、限界まで使ってるから。 OK です。で
薬はまだ無理やから、この辺をどんどん置いていかなあかんのよ。魅力を上げるために、うむ、難しい。ここでいいか。あまり影響がないな。邪魔じゃないこれ。すげえ邪魔に見えるけど。冷凍ね。いや、もう置いてこ。とりあえず冷食の4つは置こう。で、冷凍なの台来たらアイスをまとめて置こう。それで行こう。アイスはまだ置かずね。とりあえずね。で、だいぶまあ出揃ってきましたね。冷蔵棚は全部入れた。で、常温棚が多分薬だけを今待ち構えてる状態なので、いや違うわ。ふ菓子。薬はどっか置いてんの？え、どっか置いてるこれ。どっか置いてたの。ふ菓子どっか置かないとな。オッケー、よし、25使い切った方がいい、絶対。ということで、店内設備を設置していきましょう。広告ポスター、せや、これや。これでかいんですよ。すっごいいい影響を与えるので、どこがいいかな、ここやな。え？無理な。ここはいける？ドカーンと入りますよね。で、コインロッカーとかは正直影響を与えるというよりかは、なんか、まあ、お客さんのなんか行動を良くするって感じでしたよね、確か。照明写真機とかマジでいらない。しすぎてるほんまに。よし、もう全部やりきった。大きい棚来たわー。うわー、大きい常温棚ここで来たわー。せっかくやりきったのに。もうまあいいか、天ぷらにやり直しや、こんなもん。オッケーオッケー、よし。まあなんとかなんとか落ち着いたですね。落ち着きましたね。こっからじゃあ見ていこうか。配置替えして、これ端っこ。っていうかもうこれめっちゃ端っこでもいいんじゃん、これ。こっち置こう。ようやく落ち着きましたね。で、定型。何から行こうかな、やな、これ。冷凍棚行きたいんやけど、めちゃくちゃ高いのよ。イベント開催して先に金をぶわーっと得るか、開幕でやっぱイベントぶち込んで最初に客を呼ぶ方がいいような気がしてきてる。これでよし、行って、強力な宣伝を行い、一気にまず客を呼び込み、よし、こっからですよ、こっからです。マジでお金苦しいわ。じゃあ貯めたいわ。貯めようとでも思えば思うほどやりたいことも増えるから、すっごい難しいこのゲーム。そういうもんですけどね、なんか経営ってそういうもんよね、本当に。
まあ、でも今までに増して絶対に効率はよく店舗運営はできるはずなんですよ。ほらほら、どんどんズミ来るから向こうの売り上げはちょっと気にしときたいけど、あ、負けてるわ。いや大丈夫大丈夫、絶対いけるから、乗していく乗していく。追いつけ追いつけ。デイトレーダー来た。ちょうど輪ゴムが並んでた。輪ゴムが並んでたって。5周年や、創業から嬉しいことがたくさんありましたが、5年も続けられたことはとても幸せです。お客さんに感謝したいです。そして何よりオーナーに感謝したいです。このお店を買ってくれてありがとうと伝えたいので、その気持ちを歌にしたいと語り、ボエーと歌いながら、ジャイアンやん。コンビニ通信で話題になり、客足が伸びそうな予感です。ジャイアンから買い取ってるやん、この店。ジャイアンコンビニ経営失敗してるやん。オッケー、あげてあげて。上がってきたぞ、いいぞ。ちょっと待ってよ、もう待てへん、正直待てない。冷凍ケースオン。もう我慢できない。一旦置く、一旦アイスもちょっと導入する。欲しがるやつもおるからさ。違う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 、こうよ。よっしゃ、どんどん夢叶えていこう。30万30万オッケー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 。いや、この結構スロット大事やな。よーし、いや大事っすねこれね。汚れてる汚れてる汚れてる、見て。ちょ、でかいからさ、店舗がでかいから、ちょ、若干店員の目が行き届かなくなってきてるんすよ。まずいな。やばい、お店汚いとか言われてる。やばいやばい、評判が。誰がお店汚いねんこれら。トイレを導入して、いやちょっと待って、マジかきついな。ちょっと待ってくれよ、きついなこれ、苦しいな。まあまあまあ、1年で何とかしようと思わないでいいっすよね、こっからは。麺の大会、麺、麺の大会。でも麺って、でもカップ麺で、これここの棚でいいかな。カップ麺で、まあ焼きそば置いて、魅力は圧倒的やけど品質がクソしょぼい。どうやろうこれ、なんかいまいちのような気がする。あ、あ、コウメ太夫みたい、歌舞伎みたいなやつ着てる。わけわからんやつ着てる。オッケー、いいぞいいぞ。しっかりと金になるものを置いていきたい。もう一個や、もう一個置けたら。ケーキは今通常に戻ってたんですよ。なので焦ってはいけない。ちょっと貯める段階に入った、私の中では、設備を持っておかないとね。置けるからね、置ける分には置いて、魅力を底上げしていきたいですな。これは結構広い広範囲に影響を与えるから、なんか大して置き場所がいいところがなくなってきたな。うん、まあいいでしょう。で、どうやって、店内用ゴミ箱、まあまあお弁当常温のやつ温めてくださいよという一列ゾーンって感じでね、いいかな。
あと冷凍と雑誌てかカードですねが残るのみなんで、冷凍は棚でかいのは作ってからでいいかなと思うので、 OK です。よっしゃー来た、こだわり達成きた。よし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 、これほんま一回戻ってもいいよ、最初の店に。でそん時に拡大してでかい棚とかでやり直したら絶対にあの辺のアワードバババッと取れるから、それ一回やらないといけないですね。やってこないといけないね。まあ後ほどちょっとやりましょう。店舗移動をしていきたいなという気持ちが強いな。まあもうちょっと完全にやりきってからでもいいのかな。でかい棚置けるようになったらもうほんまに完全テンプレで作っていけると思うんですけどね。よし、いや来てる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 。いや売り上げどう、本日の売り上げが77,000、72万、え嘘でしょ、いや本日81万。よし勝ってる勝ってる勝ってる、ギリ勝ってる、勝てるわ、初年度でいけるぞ。潰してやれ、潰してからが儲ける段やからね、正直そうなのよ。結局やってからなのよ、そこは。潰してくれからが儲ける段だから、そこまではもうあの血を垂れ流してもいいのよ、正直。足を止めての殴り合いですよ、そこの先にあるんだから。レスプリン宣伝からいけ、出向け、レースクリームを元まで。失敗が見えてから押す。はい、よしよしよし。やっぱ店舗運営が相当厳しい。だいぶなんか店が汚れるんすよね。評判上げるためにはこの辺も重要やろな。的確にその辺ちゃんとやっていかないと、映画監督さんのささやかな夢が叶った。まあでもね、他の地域から来てくれてるやつらがブーストかけてくれてんのは間違いないんですよ。なんで微糖な飲み物が飲みたい。それは俺も飲みたいよ、それは俺も飲みたいよ。今期は相当いい勝負になるぞ、売り上げはキワキワの勝負になる。来季以降はもう絶対勝てるけど、春以降は。今季はやっぱり開店直後は危険やからね。見とる見とる見とる、ポスト見とるわ。そうなん、何がおもろいな、何を見ることがあんなもん。一回貯めようかな。ビニール傘めっちゃ売れたやん。おお。よし、あぶね、ギリですよ。8万円の差。まあでも予定通りですね。よしよしよし。まあまあまあ、前回の店舗と同じぐらいの規模には持ってこれた。これで売り上げ的には。期限切れがえぐいな。まあでも この次のタームは絶対に、この夏は大丈夫だから、稼ぐから。きたー、薬品結構仕入れ高いでしょうね、ちょっとお金貯めないとね。アイライナー上げて、ストッキング。見た目で判断しないタイプ、筋肉トレーナー。いいよいいよ。さあ、お金をさっさと得て次の段階に行きたいな。
よいしょスー。これは何？食品か。食品全部まとまってるとこがいいな。これでもパンケーキなんですよね。効果なしやな。まああんまり気にしててもめんどくさいだけですけどね。いいか。あんまり気にしててもほんまにねめんどくさいだけなのよ。ここはいいですね。こちらだけやから。OK。この棚は勝負棚やからほんまに。有名人、ああ、もう一回来たことあるやろどうせ。一回目の大会行ってみる。うわ、接客スキルがポイントですよね。勝てるとは思えないな。C は結構きついもん。食品でもうちょっとカップ麺増やしてそれでご利用す方がいいかもしれないですね。かもしくは接客いいやつ入れてご利用すか、どっちにせよご利用すんですけど、どちらにせよご利用すんだが、いまいち客の入りが悪いような気がするぞ。宣伝が釣り川広告で宣伝する。ほう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 。レベルがカップ麺系、麺系に絞ろうか。狙いたいからレンジラーメン。よし、忙しいっすわマジで。いろいろやること多い。してやること多い。薬を入れないといけないですし、景気はどうなの。ボーナスまであと1人。景気良ければアイテム購入もあるよ。ちょっと貯めますね。ケーキあれなんで。招き猫の1トンだなんか。あと1人やのよ。あと1人取ったらまた他の地域へのっていうやつが始まるし、そのイベントが出るから。2件の評価基準が追加。何それ、どういうこと。2件の評価基準が追加とは。売り上げ勝ってるこれ。うわ負けてるわまた。なんかこの時間弱いな。どうもこの時間弱いね。冷食の極意打ち込むで。なんか客少なくないですか。大丈夫。すごい不安やぞ。おい負けるぞこのままでは。じゃあまあ10時やのにまだ赤字なんすよ。ちょっとお金使いすぎてんのかな。在庫入れすぎたんかな。やめてくれ。よしよし頑張れ。働け働け働け。この辺から客バババババって来てくれるはずですけどね。なんか落ち着いとるね。もっとブワーっていう感じじゃないな。なんか大型店舗にしてる意味がないというか。
レジも3つにわざわざしてる意味がないというか、店舗汚いね。しっかりしろよ。レースクイーンさんのささやかな夢叶ってるよ。どうなの？イケてるの？そうっすね。ほんで大型の棚の方が、例えばこのクマちゃんとかの効果も絶対出やすいからいいんですよ。やっぱり効率がいいですよ。ここ何も置いてない？これもしかして置けるな。置けるって言ったって置くものがないんやけど、例えばこれとか置こうと思えば置けるのか。置けるな。ちょっとそこスカスカのスカチョになってるからな。これこんな感じで置こうか。ようやくお金が。ようやくですね。黒字に。早く。薬仕入れるためのお金がどれぐらいかかるのかなっていうのは心配ではある。見てみようか。そんなに高くはないけど、そんなに高くはない。もうちょい。65万稼いどるぞ、ここ。うわ、いい勝負なってるわ、マジで。いや、まあこっからやからね。なんか音変わった。なんかラッシュかかった。何？いい勝負でちょっと負けてるんすよ。オッケー、来た。お金が足りない。とりあえず500超えたら曲変わったりする？なんか急に音変わりましたね。ノリノリの曲に変わったよ。よし、完璧。ほぼほぼ全品置いてます。今冷食が1個だけ置けてない状態なんですけど、大きな棚を作りたくてね。一気に売り上げが伸びてるがどうだろうか。ライバルに負けたくねえな。95万。よし、やっぱこの時間帯強いわ。一気にいった。負けてたまるかよよし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 。お金なくて何もできないって時間帯すごい減らしたいっすね。せ苦しいわ。だから客呼び込みが優先になるんかな、ほんまに。今バブル好景気でもなくバブルです。来た。よし、全特価。そっか、バブルの音か、これ。このノリノリは、なるほど。でバブルやから、定型とかをあんまり焦ったらあかんねん。ここはお金を稼いで他のことでお金を使わないといけない。売り上げ上がるはずなので。よし、ランクアップ15。うん、福沢幸雄さん、レジ、またレジ。会長、コンテストの総なめも近いですが、そろそろ出場できる店員が減ってる。そうやねん。いやー、再出場できるように取り計らってくれ。いやー、ありがたい。これはでも金かかるんやね。はい、勝った。ただ売り上げしょぼい。いや、今のはでかいな。ちょっと景気が悪くなってからにしよう。一旦我慢して。ここは
店員雇うとかは別に多分値段高くなったりしないですよね。え、高いな。そう、いやでもただ単に高いだけやな、これ。かっけー、90万すんのか。よし、マイナスは知れてるぞ、いけ。行ってくれ行ってくれ行ってくれ。ケーキ多分戻った、この音は戻ったのかな。 OK。 戻ったんちゃいますかね。この時間そんな店員いらないっすよね。ちょっと一回店員のシフト調整しようか。ここそんないらんよな。本日2倍効果。へえ。シフト0から5時。このリーダー外してどっか別の時間に入れ直す。これいいや。一回帰って家、一回家帰って、忙しいね、ごめんね。また来てや。そして商品開発しょぼいのは薬品で100か。いい感じに客入ってきて、すごい人いるわ。公然わいせつやけどな。すごいやん。当たり前みたいにコンビニで買い物してるけど。縦の売り上げ26万入りました。でかいね。交渉がたまりにたまっとんのよ。ちょっと好景気か。コンテストの条件緩和重要やで。多分まあまあもうちょい追い込まれてからでもいいか。麺に関してまだ、まあ今コンテスト1個しか出てないので、麺は多分接客良くても通れない可能性が高いから、まだね、充実度合いがしょぼいというか、そこまでは焦らなくてもいいのかなという感じもしますが、ケーキ通常になった。よし、これでいこう。提携交渉ようやく。くそ、高えな。高いよ。お金ないよ。秋やからね、あれも来るっすけどね、お買い物させてくれる。いや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 、これはもうちょっと売り上げ上がると思ってたのにな。行商人とりあえず外のやつを置こうかな、買おうかなと思います。今回はちょっと客入ってほしいですもんね。もっと客数が足りてない気がする。ポリッシャー、ほう、掃除が早くなるやつね。でもいい、とりあえず外に置くやつで、公衆電話でいいかな。上り、高い上り、高級上り、 OK。とにかく外からこう呼び込もう。パンがあるよアピール。よーし、パンはうちのねメイン勝負どころですからね。まあ満タンにはなってないんやけど、まあいいよね。極意を叩き込む。
午前中の売り上げがどうも進まんの。頑張れ。最終ポリッシャーとかでもなくて、お掃除ドローンみたいな、お掃除ロボットみたいにならへんかな。店員をドローンにできへんかな、ほんま品出しとかを。めっちゃ効率よくなるのにな。これでもダメや、ちょっとね、ちょっと一回ちょっと冷凍、いや冷凍ちょっと置くわ。置いてないものがある状態嫌や。そのせいでアワード的なものが取れないという可能性もあるから、ここも早おかなあかん。それだけは先やっといた方がいいっすよね。頑張れ。そう、やっぱり買いよるやつおるから、それを欲しがってるやつおるからね。めちゃくちゃ雑誌買いよった、こいつ。死ぬほど雑誌買いよったっす今。いったいったいった。なんでそっち並ぶね。マンコートル、マンコートル、オッケーオッケーオッケー。まだ足りひんのか。48万、仕入れんのやばいな。高いっすねカード系。まあ、やっぱり店の売り上げとしてはすっごい上がるでしょうね。今コンビニとかでも多分上がるんやろな。一発でもうドーンですもんね。マジで課金とか、アプリとかする人やったら1回で5万とかね、ガチャ引く人とかいるから。まあ実際利益はあんまないでしょうけどね。コンビニはめんどくさいです、こういうのはね。手間だけかかって利益ないっていう。売り上げだけはすげえ上がるけど、数字だけがね上がってしまうだけでね、あれなんですけども。すげえ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 、いい感じよ、いい感じよ。一気に来るな、やっぱこの時間帯から。ここですよ、忙しい。で6時からがまたこれ忙しいから。チンパンマン、アンパンマンみたいに言うな。いいねいいねいいね、活性化してきた。まあ他店舗には絶対負けない。ここに負けることはまあないだろう。もう負けることはありえない。新しい傘が欲しいって言ってる。傘に種類なんかあんの？なんかでも確かそうやな、どっかで出てたことあるな、傘の種類。活動レベル上がってきてるっすね。ゲームダウンロードカードとかもやりたいところではあるんですけど、まあまあいいや。あ、違う、その高いやつ、これ油田カードとか一回ちょっとやっといてみようか。評判は566と順調には上がってきてはいます。麺のアワードをほんま狙いたいんですよ。アワードじゃコンテストを狙いたいんですよ。なんでそこの開発をまずやりたいんやけど、あれ食品になりますよね多分。今どうなんやろ、いけんのかな。魅力は B まで来てんのよね。品質が低い。なんでまだ品質低いのこれ。品質の上げ方がちょっと僕にはよくわからない。
接客得意なやつおったらコンテスト勝負してもいいかもな。 B まで一応上がってるからいいところのまでは勝負できるかもしれないですね。一回行ってみようか、コンテスト。あれ金かからへんのかな。金かからへんなら行ってもいいっすよね。あー接客がクソすぎるな。戦えへんでしょうね。行くだけ意味ないか。まあでも金かからへんなら行ってもいいか。かかると思ってた。あれ広告のことやった。なんかもらえるんで一応、はい。まあ全然無理やね。まあ、内容も無理やし、両方無理って感じでしたね今のは。さすがに好景気か。いやちょっとびっくりマークが欲しいのよね。ビニール傘が売れている。雨やからね。よしこれでライバル店舗ぶっ潰して、はい撤退した。これでまあ売り上げを上げていこう。 5P もらった。年間売上300万も達成。すでに達成なんや。バーベキューの趣味を転じて焼き物屋を始めました。マリンシャラポミ。良い卸先があればチラチラ焼き物を仕入れる。果たして宣伝方法。あ、リサイクル業者ね。はい、 OKOKOK。来年はどの地域でしょう。新しいところまで言ってきてんのよ。いやでもこの体力では無理。一回ちょっともう一年ぐらい見ないと。この体力では無理よ。もう分かったもん。もうやれたけど、やれたっちゃやれたけどな。でもあの戦いはできたんですけど、提携とかが全く進んでないから、その辺を進めるためにもう少し、あと1年ここのお店で頑張ろうかなと思います。はい、ということで次回は とりあえずこの1年、あと1年ここで頑張りますので、まあ見ててっていう感じ。はい、では次回に行きます。